はい、お疲れ様です。舞姫大学の特別講義になります、えー。私の方からもね、今回、人生を変えたいっていうキーワードと、それから失敗というキーワード、この二つを組み合わせて、一、えー、つね、講義の方をお出ししたいと思います。まず、人生を変えたいって思う方ってのは、まあ、たくさんいると思いますし、時に応じて自分の人生を変えてみたいやねっていう風なタイミングも来ると思うんですよ。で、その時に私が思うのが、どう変えたいのかってことですよね。そして何を変えたいのかってことなんですよ。 人生を変えるっていうのは今までできなかったことができるようになったりとかやっていたことをやめたりっていうことこの2つの選択肢で人生は変わると思うんですよね、まあ、例えば私は独身の人生から結婚生活に変わりました、うん、結婚生活をするってことは今度ね結婚生活から独身に戻るっていうのはなかなか難しいことなんですよですので大きな決断がいるなと思いますしその決断を後悔しないためにたくさんの工夫を結婚後にすることになりますそして やるよようになりますよね確かに一人だと楽なんですよ自分だけの責任持てばいいんででも他者を抱えることによって見えない幸せとか何かを守るべき喜びとかねそういったなんかおせっかいな気持ちにも気づいたりとかねあ私は結局人の面倒を見ることが好きなんだなという風うなね <laughs> ことに気づいたりしてねまあ眉間の我の発見と言いますかね、まあ、そういった部分がありますけどもでも人生が変わって良かったなっていう風に思えるかどうかっていうのは 人生が変わった後にどのように振る舞うかによって、えー、受け取り方が変わってくるのかなと思うんですよ。ただ人生が変わっただけでほっといたらそれは状況が良くなくなる時に人生を変えたから悪くなったっていう風にねすぐ結論付けちゃうんですけども違うんですよ。変わった後の人生をどう自分が受け止めているかとかねどのように対応してるかによって変わった人生の後に良かれ悪かれが見えてくるんではないかなと思います。まあ、後悔しないためにも後悔しないような日々の作り方を やっぱりここううし続けるっていいととろかなと思いますよねえそして失敗ですよねいや私はね、うん、失敗を恐れて何もしないっていうのはもうすごくねもったいないことだと思いますでも挑戦をするなら失敗を覚悟した方がいいと思うんですよねで失敗を覚悟するからこそどんな種類の失敗が起きうるかってことの予測になりますどんな種類の失敗が起きうるかってことを歴史から学び人から学び 見識から学んでいくとじゃあその失敗が来そうな時にどうやってその失敗をリスクヘッジするかっていうふうに考えが及ぶようになるんですよ。これはどんなことでもそうですけどもいろんな道に失敗があると思うんですよね。私は誰よりも失敗を恐れているからこそリ,リスクヘッジをしてそのリスクヘッジであるがゆえに失敗を未然に防いだりとか手傷を追わずに済んだりとか。うん、深手を追う前に なんとかかすり傷で済んだりとかっていうのがあるんじゃないかなと思うんですよまあ、全ては私はねあの格闘技から来るんですよまあ格闘技なんて立派な言葉じゃなくて単なるね青春時代の、まあ、待町場の喧嘩ですけどもね、うん、やっぱりこう大怪我をさしちゃうとその後結構な問題になったり後遺症が残ったりとか逆恨みをね買ったりとかねそれこそ自分が障害罪で どっかに行かないといけないってことになるんで大怪我をさせないようにそしてプラス大怪我をしないように、えーまあ、町場の喧嘩っていうのはね10代の頃やってましたけどねうんそれもリ,リスケッチの一つだと思うんですよ、まあ、ですのでなるべくなら喧嘩の上手な人とやろうかなと喧嘩の上手な人ってね負負負負荷でも負わないし負荷でででももわわなないいしせよように決着をつけるんですよでも不慣れなやつってのはめちゃくちゃやっちゃうんで う深手を追って、ね、人生一貫の終わりってこともありえますんでねうんでそういうところから来て何かことを起こせば危ないことは絶対起きるなとその危ないことが絶対起きるってことをいくつ予測して対処法を用意しておくっていうのが日々の暮らしにななるかなと思うんですよねだから危ない経験をする前にどんなことが待ってるか知識を詰め込むことによって体験に勝る知識を詰め込むことによって いざね、そういったタイミングが来ても、全く困らなくて、臨機応変に対処できるかな。要するに、上手に裁くことができるっていうことになると思うんですよね。まあ、ですんで、挑戦を考えた時に、失敗を恐れて挑戦をしないっていうのは、最も選択しちゃいけない道だけども、挑戦するんだけど失敗を恐れないっていうのは、もう、ちょっと怖いなと思います。失敗は恐れるものなんですよ。挑戦する限りは何かの失敗があるんですよ。だから、失敗に対する対処策を、 普段から身につける、学習する、情報収集するっていう鍛錬が必要なのかなと思うわけなんですよね、はい。ということでね、失敗と挑戦、人生を変えたい。このキーワードを元に今日は話してみましたけども、えー、となったのがね、ナミさんの動画なんで、ぜひね、動画概要欄にナミさんの動画貼っておきますので、合わせてご覧いただきたいと思います。ナミさん、いつもありがとうございます。それではね、新しい一日が始まります。1月25日。 今日はどんななミスをするのかなとうんとてもミスの多い私としてはね今日一日を送る中でもたくさんの失敗を覚悟してますたくさんの失敗を覚悟するからその失敗がどんなものなのか具体的に想定してその対処を準備するためにこの深夜2時57分を過ごそうかなっていうところでございます今日も一日スタート